MLB ドジャース6、サンマリナーズ、日本時間21日、ドジャースタジアム、ドジャースの大谷翔平、30、は本拠地のマリナーズ戦に1番、DH で出場。この日は5打数2安打で14試合ぶりのマルチ安打をマークし、打率点290から291に。マルチ安打は6日のフィリーズ戦以来14試合ぶりとなった。 ドジャースは3点ビハインドをひっくり返して3連勝を飾り、メジャー最多の75勝、52敗を挙げた。先発の W ・ビューラー30は右伝部の故障から復帰2戦目で4回を投げ3失点。だが打線は7回に同点に追いつくと、8回に代打 J ・ヘイワード35が対戦金の決勝3ランを放ち、試合をひっくり返した。 D. ロバーツ監督、52は両手でガッツポーズを見せ、終盤の逆転劇に喜びを爆発させた。大谷は2年連続3度目の40号到達はお預けとなったが、8回のヒットの後に今季38個目の盗塁を決め、史上6人目となる40本塁打40盗塁へまた一歩近づいた。大谷の第一打席はマリナーズ先発の B. ミラーに対し、 カウント2月2日から外角低めのスプリットに空振り三振。3点を追う3回の第2打席は1シム走者の場面で、同じくカウント2月2日から6球目のスプリットを今度は宇宙間方向に運び、今季6本目の3ベースヒットで出塁。だが後続がつながらず無得点に、4回は G ・ラックス26の1号ソロで1点を返すと、復帰した M。マンシー 33の2試合連続となる豪快11号で1点差に。その後、2試1塁の場面で打席に立った大谷は、4球目のカットボールに詰まりとおごろに抑えられた。7回の第4打席は1試2塁で痛烈な当たりも一直に倒れるも、続く M。ベッツ、31が同点タイムリーを放った。8回の第5打席はヘイワードの勝ち越しスリーランの直後。 西走者の場面でライトへのヒットを放ち、この日2本目の安打を放った。さらに直後のベッツの打席で4球目に2投を決め、今季38個目の盗塁をマークした。